小麦粉小麦粉とは、小麦をひいて作った国粉である。主に食用で利用されており、うどん、パン、パスタ、ケーキなど、様々な食品の材料として使用されている。うどん粉、メリケン粉と呼ばれることもある。英語では、穀物の中でも最も多く製粉されるため単に、フラーと呼ぶことが多い。人類による利用は古代エジプトに見られ、西洋圏では広く利用され。 日本でも流食と並んで中世後期には利用されていた。原料に使用する小麦の性質、使用する部位、引き方により異なる故障があり、適した用途も異なる。主なものとして形成されるタンパク質のグルテンの量と性質により強力粉、中力粉、薄力粉などに分類される。強力粉はパンや麺に 中力粉はうどん、お好み焼き、たこ焼きに、薄力粉は菓子や天ぷらに適する。全粒粉は制白されていない小麦を用いており、その分、栄養に富む。グラハム粉は、同じく全粒だが、生成法が違い、表皮と肺芽の部分が荒引きである。古代エジプトの壁画にも小麦の収穫の模様が描かれるほど、人類と小麦の歴史は古く、 人類初の作物の一つとされる。収穫された種子は、基本的には粉にして、小麦粉として使われる。初期の小麦は、粥のようにして食べられていたが、黒粒が硬く柔らかくするのに長時間加熱しなければ、ならなかったこと。小麦粉の生地には特有の粘りと弾力性があり、食感が好ましかったこと。表皮のふすまが硬いため取り除こうとすると内側の、 胚乳部が砕けてしまうことから粉食が基本になった。紀元前3000年頃の古代エジプトではすでに無発酵のパンが食べられていた記録が残っている。産業革命以降、蒸気機関の利用により製粉はより大規模となり世界に流通し、19世紀には現代でも使用されている製粉機が誕生し、効率、品質ともにより向上した。日本列島では。 縄文時代に石皿、スリーシを用いて植物や喧嘩を粉砕し食すという粉飾習慣が行われていた。弥生時代に稲作農耕が開始されると石皿、スリーシが消失し、米や大麦、雑穀などの穀物は粒のまま食する流食に変化した。小麦は弥生時代以降には日本列島に伝来し、古代には麺類も 貴族の間で食されている。中世前期には、米鉢、すり鉢などの加工具が、再び出現し、さらに中世後期には、石臼も出現し、僧や武士、庶民の間でも、粉食習慣が復活した。江戸時代には、うどん、蕎麦などが食されている。近代には、戦後の食料不足対策としてという名目ではあるが、アメリカの小麦戦略から、 余剰分を援助物資として供給され、学校給食でパン食が取り入れられたことなどからパン食の食習慣が広まった。小麦粉に水を加えて調整したものを銅という。小麦粉は液体を加えることにより状態が変化し、粉100に対し水60でパン生地、水45錠、ドン生地となる。銅を応用した料理は、英語では 薄く伸ばして餡などを包んだ料理と、切る、伸ばす、ちぎる、穴や肩から押し出すなどの方法で成形した料理に、大別される。一方、漢字の、麺は本来は小麦粉そのもののことで、後に小麦粉を練って作った食品を指すようになった。日本語の、麺は、中華麺やうどんなど、英語のヌードルに相当するものを指すようになっている。また、 粉の2倍の水、または卵を加えて混ぜた、緩やかな生地は、バッターと呼び、天ぷらの衣やケーキに使われる。5から20倍の水を加えて加熱しながら混ぜると海苔となり、合板の接着にも使われる。同量のバターと共にいると、ルーとなり、ソースやシチューのとろみをつけるのに用いられる。成分の7、8割をデンプンが占め、タンパク質も約1割含んでいる。 主なタンパク質はグリアジンとグルテニンで、これらは水を吸収すると粘りのあるグルテンとなる。このグルテンが独特の料理を生み出し、様々な食品に生まれ変わる。このグルテンの実を取り出したものがふすまである。他の穀物と同様、小麦タンパクも人に不可欠な必須アミノ酸のいくつかが欠如もしくは不足しているため、小麦だけを タンパク源にすると様々な健康障害を引き起こす。それらは不足しているアミノ酸を別の食品から摂取することで解消できる。主要な穀物源とする地域は世界各地にあるが、小麦と豆のように伝統的な組み合わせがあり、健康障害を回避するための料理法や食材がある。全粒から火痢や肺がの部分が襖として取り除かれ、 排乳の部分の実を引いたもので、全流 100kg からは、おおよそ72から 75kg ほどが得られる。排乳部分の実を残しか火や排がを完全に、取り除くと真っ白で純粋なものが取れるが、製パンに使用する場合、風味を与えるために、必ずしも襖部分を完全に取り除いたものが、良いとも限らない。素朴な味わいや風味を出すために、 小麦粒をふすまごと丸々引いた全粒粉も用いられる。カロテノイド色素により淡いクリーム色をしている。粒子は直径150メートル以下と細かく、粉塵爆発の恐れもあるため、東京都など一部の自治体では、指定化燃物に規定している。他の粉末と混ざりやすく、粉末調味料などを混ぜて、プレミックスとしたり、ビタミンなどの添加に応用される。 表面に水気を帯びたものに付着しやすく、ムニエルなどの衣や、麺類の打ち粉として使われる。匂いを吸着しやすく、香り付けの加工ができる反面、保管の仕方によっては、異臭がつくことがある。含有する、タンパク質の割合と、形成される、グルテンの性質によって、薄力粉、中力粉、強力粉に分類される。タンパク質分を除いた残差を生成したものは、 浮子と呼ぶ。でんぷんだけでできたちょうど片栗粉のようなものになる。グルテンの量は品種の他に開花期、収穫期に雨が降るかどうかによっても変動する。この時期に雨が多いと小麦はグルテンを形成しにくくなるためである。強力粉はタンパク質の割合が12%以上のもので、 パン、中華麺、学校給食で出てくるソフト麺等に使われるほか、国産の一部乾燥パスタは、粗引きの強力粉を用いて作られる。主に、アメリカカナダ産の硬質小麦を使用している。焼くと、硬い仕上がりになるので、洋菓子には向かない。英語圏の分類では、ブレッドフラーがこれに近い。中力粉は、タンパク質の割合が9%前後のもので、 たこ焼きなどに用いる。主にオーストラリア国内産の中間質小麦を使用している。強力粉と薄力粉を混ぜれば性質は中間になるため、中力粉の代用とすることができるが、本来の中力粉とは加工特性がやや異なるため工夫を要する。薄力粉はタンパク質の割合が8.5%以下のもので、 ケーキなどの菓子類、天ぷらに使われる。主にアメリカ産の軟質小麦を使用している。タンパク質の含有量を抑えれば抑えるほど繊細な仕上がりになるので、生花用薄力粉やスーパーバイオレットなどの商品名で売られている。タンパク質の含有量をさらに減らした商品も存在する。また、乾燥パスタ原料からの連想で誤解されることがあるが、 卵を用いて生パスタを作る場合に使われるのは薄力粉である。英語圏の表記ではケークフラワーがこれに近い。浮き粉は生地から負の原料としても使われるグルテンを分離した残りのでんぷん分を言う。グルテンを分離するにはこねた生地を水につけて洗い流すのだがこの水に使っている状態ではチンコという。主に明石焼きや和菓子。 香港の透明な皮のエビ餃子などの原料として使われている。全粒粉、全粒粉。小麦の表皮、肺が、胚乳をすべて粉にしたものである。生成品に比べて、食物繊維、ミネラル、ビタミンが豊富。主にパンやビスケット、シリアル食品の材料として用いられる。グラハムコグラハムコとは、全粒粉の一種。 小麦を排乳と表皮及び排外に分けてから、排乳は普通品と同じ細かさに引き、表皮と排外は粗引きにして、両方を混ぜ合わせたもの。全粒粉よりもザラザラしている。セモリナことは、通常品より、粒子の粗い粉を言う。英語のセモリナは、イタリア語のセミラから由来し、これは、ラテン語のシミラに由来する。クスクスなどを作るために使用されるデュラム粉から、 生成されており、タンパク質の量が強力粉よりも多く、グルテンが少ない。乾燥パスタ、シリアル、プリンなどに使用されている。海分含料を指標として等級付けられている。特等個一等個二等個三等個末個に分類される。等級が上位のものほどミネラル分が少なく、くすみの少ない淡いクリーム色をしている。 種類と組み合わせて、強力一等個や、中力三等個のように表記される。作る料理によって、タンパク質の割合が適したものを選び、他の国粉や、ふくらし粉、粉乳、ショートニング、調味料、香料、着色料などの原料を調合した商品が、多種市販されている。その他、食品としては、まんじゅう、もんじゃ焼き、トルティーヤ、などがある他、 ピザクラストにも用いられる。ふは小麦グルテンを原料として作られ、焼きふの種類により異なる種類と等級の合わせ粉として使われる。日本産の小麦を製粉したものをうどん粉、アメリカから輸入した小麦を製粉したものをメリケン粉と呼んでいた。メリケンはアメリカンのことで英語発音がそう聞こえるためである。この名残で、 関西などでは今もこう故障することが多い。明治の頃、国内生産のものは褐色で粉流が荒く、パン作りには向かなかったでは真っ白にはならなかった。そこでアメリカから白く生成されたものを輸入していた。現在、日本では料理用として薄力粉が普及しているが、強力粉以外をうどん粉と呼ぶ場合が多い。以前はうどん粉。 メリケンコの名称で発売されていたが、現在は、小麦粉、または、薄力粉、強力粉という故障に、ほぼ統一されている。観光客向けの土産物店や、アンテナショップといった一部の店舗では現在でも、うどん粉の名称で販売されていることがあるが、メリケンコの名称で販売されている製品はすでに、存在しない。メリケンコの名称で最後まで発売していたメーカーは、 熊本県熊本市の五木食品である。幼児教育用の粘土に小麦粉を主原料にした小麦粉粘土がある。小麦アレルギーによるリスクもあるが、それを除けば油粘土などに比較すると安全性は高い。小麦粉やサラダ油などから自作することもできるが腐りやすい欠点もある。ありがとうございます。